質問票の方はまだお出しになっていらっしゃらない方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。はい、それではこれより第2部の方を始めたいと思います。第2部は南スーダンにおける平和構築というテーマにて、東京外国大学大学院総合国際学研究科の篠田教授よりご講演をいただきます。篠田教授、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介にいただきました篠田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、ジェビンさんのシンポジウム特集の機会にお招きいただきまして、大変に深く感謝しております。ただ残念ながらちょっと私が今月所要が重なってしまして第1部の方に出席することができず、そこでどのような議論があったのかというのを私個人が今把握できておりませんので、ぜひこの機会にまた総合的な議論をしていただければなというふうに思います。後半1時間あるはずで、でその中の最初の30分程度を私からは題材提供のような形でお話しさせていただき、後半は質疑応答で私の喋ったことの中で何か質問があればもちろんお受けするということも含めてなんですが、第1部の方の内容も踏まえた議論も総合的に行えればそれはすごく有意義なのではないかというふうに主催者さんの方からも伺っておりますので、皆さんぜひそのような観点でですね、いろいろと質問していただいたり、こういう議論を踏まえてというようなコメントをしていただければ、私としても大変に嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。思います。で、その条件として、私の話は30分程度で終わりにするということなので、短めに要点を踏まえたものにしたいなというふうに思っています。でしかし、冒頭まず申し上げなければなりませんのは、私は大学院で、平和構築といったものを専門にしている国際政治学者ですね。なので南スーダンには一定程度以上の関心を持って見ておりますし、いろいろな機会、論文、研修の題材、会議の内容で議論の、題材ですね、さまざまな機会で南スーダンについて取り上げることは多いものの、地域の研究者ではありませんし、当然のことながら NGO として現地に行っているものとしてお話しするわけではないことは、言うまでもないことですけれども、それを申し上げさせていただいた上で、JPF さんの今日の意義の趣旨に反することがないようにとは思いますが、やや国際政治学の観点からですね、視野を広げさせていただく役割を担いつつ、第1部の方での各活動の内容もいろいろ考えていければいいのかなと思います。第1部の方はアブディンさん、すいません挨拶ができずアブディンさん第1部でご活躍いただいたと思ってますので、またアブディンさんとの議論ね、アブディンさんの役割貢献も踏まえていろいろ教えている議論の内容を教えていただければ、発展させていただければなと思っています。で、今日いただいた題名が実は私自身というよりも JPF さんからいただいているような題名で、南スーダンにおける人材育成と平和構築、人材育成を中心に考えながら平和構築について、題材提供をするというような趣旨かなというふうに理解いたしました。で、人材育成、これはある意味非常に重要性については言うまでもないことで、私今更これはとても重要だと思いますよというようなものではない。南スーダンで重要であり他の地域でも重要である、そのことは自明であるとしつつ、ただどれぐらいどんな形で重要なのか、重要とはいえなかなか簡単ではないというような状況がいろいろな具体的な場面であるとすれば、南スーダンではそれがどのような具体的な文脈で言えるのかということを、私自身もいろいろ考えておりますし、皆さんもおそらく考えていらっしゃるのかなと、その辺の大きな文脈のことをお話しする題材提供ということになるかなと思いますが、そのために、南スーダンの紛争の話と、現在の平和のプロセスの見込みについて、お話しするということで、今日実はちょっと今日来る前の打ち合わせですね、で別の日に行わせていただいた簡単な打ち合わせで、
まあ、私は少し基礎的な内容を振り返るようなことをすればいいのでしょうかとの質問をしたところ、いや実は聴衆の方はやっぱりもう少し意識が高く、実際に非常に具体的な関わりを持っていたり関心を持っていたりするものなので、まあ篠田なりの視点というものがちょっとぐらい織り交ぜてあった方が多分いいと思いますよというようなことも言っていただいたので、やや私なりの視点というものをボロボロボソボソと披露することに若干躊躇しないというか、若干それを織り交ぜるような内容になってくるかと思います。で、現在の平和高地の見込みと紛争状況なんですけど、今回もスーダン、南スーダンの紛争状況について短い時間なので、一言、まあどういう状況かということで、題名の方に副題で入れ子型紛争構造という言葉を入れさせていただきました。でこれ大した言葉じゃないですけどね、誰が作ったわけでもない、私がボソボソと言っていることです。で、まあそんなに何かこう理論的に成長とかそういうことじゃ一切ないですよ、ないんですが、まあ、短い時間の中で私がスーダンのことをどう、南スーダンをどう捉えているかということを、まあ、一番少しシンボリックに表現する言葉としてここに入れさせていただいています。入れ子型、皆さんよくご存知と思いますけども、そういうこと自体説明する必要ないと思いますが、まあ、ある人形があると、そこにポコンとこう蓋を取ると、おお、なんか中身があったのかって言って、中身を見ると、全く同じような顔がそこにあって、おい、なんだ、中身に小さいだけの人形があるのかと思って、それがくるくるってやると、またポコンとなっちゃって、あらららららって言うと思った、同じ人形が出てくると、いうことで、現在、南スーダンの状況は、非常に先行きの見えない、まあ、この入れ子型のですね、構造になっていると言わざるを得ない、まあ、雰囲気がある、まあ、ちょっとね悲観的なものの言い方で大変に恐縮なんですけど、本当はもっと明るいところを見るっていう部分も私の役割としてあると思うんですが、まあ、現実なかなか困難だっていうことを踏まえないわけにもいかないので、この入れ子型紛争構造と私が呼んでいるような状況の中で、南スーダン今どういう位置づけだというふうに考えられるのか、どういう課題を、まあ、いろいろ処理していかなきゃいけないのかっていうことについて、まあ、題材提供させていただければなというふうに思います。現在現況ですね、まず最初に現在南スーダンはどういう状況にあるのかということで、これはもう社会説法といいますか、これはもう完全に皆さん今日わざわざですね、どういうふうにここにお越しいただいている皆さんが現在進行形の問題としてよくご承知のものなんですが、一応振り返らざるを得ない、2013年12月にあった事件、これを外務省のホームページを見ると衝突っていうふうになんかこう書かれている機会があるんですね、っていうか書かれているんですね。ちょっとこのことについて調べてないのでなぜ外務省は衝突と言っているのかですね、もしご存知の方がいたら教えていただきたいんですが、基本的に合意の文書では英語ではコンフリクトという概念が使われていますので、紛争でいいと思うんですが、まあ、やや多分躊躇があったでしょうね。当初2013年12月の事件のことをクーデターというふうに呼んでいる機会が多かったと思います。で、日本で相当程度にクーデターという言い方が、流通してしまった部分もあったのかなと思いますが、今日って大して経ってないから最初からややこしかったっていうことなんですけど、まあ、今この瞬間あれをクーデターと呼ぶかっていうと、まあ、呼ばないのがコンセンサスでしょうね。なんでかというと本当にクーデターだったかどうかがわからないからです。ひょっとしたらそうだったかもしれませんが、そうでなかったと言っている有力な意見もあり、クーデターであったと証明することが、まあ、当初考えていたより相当に困難であるということが、まあ、思われているので、クーデターという言葉は使わない、外国交渉で行われている公式文書では非常に一般性の高いコンフリクト、紛争があったということは、非常に言葉の一般的な意味で間違いではないだろうということなんですが、まあ、衝突っていうとね、やや踏み込んだ言い方を逆にするのでなんでここでそうなのかなっていうのはやや気になるところですが、まあ、このこと自体が南スーダンの状況を言い表している、クーデターかなと思ったけどクーデターじゃないようであると、紛争かなと思ったんですが、まあ、紛争であるようなのですが、まあ、何かこうちょっとこう政治的な権力闘争の意味合いも強く、本当のなんか我々が考えている武力紛争とちょっと違っていたのか違っていなかったのか、よくわからない状態にあって、まあ、その状態が、まあ、一応現在去年に成立した合意文書によって和平プロセスに入り、
こちらのシンポジウムの、こうなんか見出し等にも入っていましたが、今年4月になって、反政府勢力の親玉といいますかね、マシャールさんが、第一副大統領として首都ジュバに戻って、暫定政府が正式に成立したということになっている。この現状悪くはないですが、我々の業界、例えば非常に有名なものでインターナショナルクライシスグループという、日夜の多角的なですね、世界中にネットワークを張り巡らせて、いろいろな紛争状況とかをウォッチして、国際組織、公的な機関が、慎重にことを進めているのに先駆けていろいろな意見を言ったり推薦をしたり、警告を出したりする、今月に入って、クライシスグループはっきりともう非常に武力紛争が再発する可能性が極めて高い、という内容の、ウォーニングの文章を出していますね。で、ここからまた回避していくには相当な努力をやるけど、もちろん回避したいわけなので、どうしたらいいか、しかし条件非常に厳しいという内容の、レポートを出している。それが16年4月に暫定政府ができて、ちょっとした今現在7月になったところということですね。で、この、和平プロセス、それ自体が現在の南スーダンの状況や我々の平和構築の眼差しを当然、象徴しているところがあり、それが成功するのか失敗するのか、いいものであるのか悪いものであるのかはまさに現在進行形の、議論の対象ですが、とにかく、進行中の枠組みがある、これが基本になっているということなんですけど、この、進行中の合意、よく文章それ自体を見ますとですね、調印者がやたらと多いです。和平合意って結構多いんですね。2社しかやってないように見えてる場面でもなんとなく他の人がサインしてるっていうことは、むしろ普通といえば普通なんですが、この南スーダンに関する合意も非常に多い。しかもですね、よくわからないと思う、言わざるを得ないような人たちも入っていて、こちら外務省の関係者の方が今日いらっしゃれば、私、どっちでもいいっていうか、私自身は関わってないんでいいんですけど、外務省のホームページには非拘束者グループ、フォーマーディテイニーズですね、この非っていう字をあらずっていう非常にの非に書いてるんですけど、多分あれ意味が通じないと思うので、非拘束されてない人たちのグループオブテンっていうのはちょっとおかしいと思うので、多分字の間違いかなと思うんですけど、ずっと去年からホームページにあらずで出していると。それぐらいそのグループ名っていうか何のことかよくわからないっていうことなんだと思うんですね。それは全くその通りで、フォーマーディテイニーズというですね、ちょっとこうグループとしてはつまりっていう感じの人が、言ってみれば第三勢力的な位置づけを与えている。もちろん拘束されたから有力になったわけじゃなく、有力の人が拘束されたのでそういうことになってるわけですが、だったらもうちょっと別の名前とかないんですかっていうんで、もちろんグループオブテンっていう考えたんでしょうけど、 G10 ですね。でも所詮要するにフォーマーディテイニーズだということになる。で、これは有力な政治家が、当時2013年12月の事件の直後っていうか事件があって、拘束されたけども解放された。で、ある意味当事者の非常に重要なところになっていると言えないこともないので、が合意にも参加している。しかし組織体ではないので、このような妙なグループ名になっていると。これで重要なのか重要でないのか、相当程度には重要だけれども、決定的に重要ではない。でもなんでいるのかというと、やっぱり、キール対マシャールというですね、完璧な、1対1の関係というのは、どうも、健全ではない、生産的ではない、発展性がない、あるいはもっとインクルーシブにするべきだという極めて一般論としての平和統一のやり方として、このフォーマーディテイニーズさんたち入れているということですね。で、ここではその他というふうに日本語で書いて、外務省にも多分ホームページ見るとその他としか書いてないと思うんですけど、ごめんなさい、ステークホルダーズ、パーティーズと言われている、政党関係者ですね、SPLM、という、政府の、前のスーダンとの内戦をやった時からの、伝統ある政党と、その伝統ある政党のインオポジションという、ちょっとこれもね、どうかなという名称ですよね。 SPLM、インオポジションという、そういう不思議な野党的勢力を、
まあ、分派ですね、分派をマシャール副大統領派が、まあ、マシャールさんが代表していると言われている。でそれに対してここに還元されないその他の政党が一応参与していますね。一応参与しているんだけど、ほとんどニュースにも出てこないし、まあ、存在していないに等しいんだけど、やっぱり国連公式、というかイガットですけど、まあ、国際社会公式契約構築のやり方としては2者の対立に全てを還元するのは良くないという考え方が、まあ、あるので、まあ、入れているわけですが、まあ、その他扱いされてしまっている。その他って、あとはさらにはですね、政党関係者のみならずステークホルダーズというカテゴリーもあって、CSO、市民社会、シビルソサイティオーガニゼーションの代表、ウィメンズブロックですね、これ女性を必ず和平合意に入れてくれっていうのは、国連ここ数年ずっと言ってきていることなので、もう入ってますよ。ではフェイスベイストリーダーズ、宗教リーダーですね、これもやっぱりいた方がいいんじゃないのか。その他、まあ、エミネントパーソナリティーズとアドヒアレンスとかですね、ちょっとそれだけ聞くと、つまり何なのかがよくわからないので、いろいろなカテゴリーでいろんな人が入ってきていて、さらに国際社会の側はグアランターとして、保証人としてですね、まあ、今回の調停で大活躍したということになっているイガット。で、イガットには本来有力な国があるはず、加盟してイガットという組織体になっているはずですが、まあ、あえてウガンダ、スーダン、ケニア、エチオピア、この有力国の名前はあえて出す。そしてアフリカ連合もにもまあ入ってもらうし、そしてトロイカと言われているベイエー、そしてなぜかノルウェーですね、そして中国、国連、EU が参与しているという、そういう仕組みになっている。これらの人たちが非常に高い関心と関与と、あるいは関与はしては実はあんましていないんだけれども、関与した方がいい、すると良くなるはずだという理論のもとに招かれている。まあ、これで、まあ、残念ながら日本はいないとかっていう事実もここにはまあ一応気づくわけですが、まあ、日本いなくても相当程度の人が関与して、俺ステークホルダー、俺パーティーズ、アザーパーティーズとかですね、 CSO だとかっていうふうにやっている。で、基本はどのニュース見てもキール対マシャール、2社の2つの組織どころか2人の人間に還元されるというような、武力紛争の構図が、まあ、くっきり表現されてきているし、実際それは嘘ではないんだろうと思いますが、全ての現実がそうであるというふうな認識でみんながやっているわけでもない。やっぱりそれでは還元できない複雑な現実もあるし、複雑な現実をなるべく表現して取り込んだ方が平和構築うまくいくんじゃないのかという考え方もあることは、じゃあどうやったらそれうまくいくのか、本当にやってるとうまくいくのかっていうのは、これからのクエスチョンですね。この合意文書、どんな特徴を持っているのか、一言で一番重要なところを言うと、極めて伝統的な権力、文書、パワーシェアリング型の和平合意を達成したというふうに言えると思います。で、政府とマシャール派とその他の派閥で、まあ、5対3対2とかですね、それぐらいの、まあ、シェアで大臣のポストとかも全て配分している。で政府が一番立てて、多くなるようにしているもののからの一存で全てが決まるわけではないというようなこと、それから、まあ、重要閣僚ポストを、サルバキール SPLM 側に政府に渡しているように見えつつも、結構ですねリソース系の大臣をマシャールさん側に渡していたりとか、まあ、いろいろな親どうかなと思うところもある。この権力文章型、我々の平和構築を研究している、研究者の業界では、まあ、非常に評判の悪いやり方ですね。権力文章というのは成功率が非常に低いです。これは学者が権力文章型の和平合意をしたのものを集めてきて、どれぐらい成功したのかって統計を取ると非常に低い。じゃあ低いからやめましょう、二度とやるべきではないというレコメンデーションを学者だったらするのかというと、それはそうではないですね。なんで低いのにやるのかって言ったら、それぐらいでしかまとまらないからやるのであって、本来の問いは、低いものをやるべきかやらないかじゃなくて、確率が低いんだけれどもやっぱりやるべきなのかやらないべきなのか、低いものでやるのかやっぱり何もできないということなのか、なのでもっと素晴らしいアイデアをやればよかったんじゃないのかっていうのは、現実選択肢がないところでは言っても無駄なので言わないし、今回は多分そういう状況であるという認定はできるので、この権力分章型で極めて機械的で人工的なパワーシェアリング体制が取られているということは非常に懸念すべき状態ではあるものの、だからこれが悪かったとかもっといいことができたはずだということを言ってるわけではないんですが、まあそういうことだということですね。でここにおいて非常に重要なことですが、本来、サルバキールさんが罷免をしたマシャールさんが
クーデターではなかったとしたら政府にまあいろいろと、まあ、対立衝突をして、まあ、武力紛争の構図ができたという中で、彼らは本来は非正当な反政府組織でしかないのか、むしろ究極には犯罪者集団じゃないのかという認識を政府は持っている、いたし、現在でも相当程度持っていると思うんですが、それはまあ、それは言っても仕方ないじゃないかというところで、強烈な国際社会の圧力で、サインしたくない、サインしたくないと言いながらサインさせられた、大統領という、まあ、ちょっと嫌やですね、大統領の権威 としてどうなのかという、非常にまあ、だだをこねがった大統領をサインさせたという、まあ、これもかなり、まあ、そういうことはどんな和平合意でもあるだろうなと思いますが、あそこまであからさまにサインしたくないと言いながらやっぱりサインしちゃったっていうのは、まあ、非常に珍しい状態かな。これはどういう状態か、客観的に普通に学者が見ればですね、全くコミットメントする意思が低いのにもかかわらず、形式的に合意のプロセスだけを走らせることに合意したという、まあ、あまり良くない状態ですね。で、この合意を導き出すのに非常に実績分で決定的に重要だったのが、まあ、ジュバの非武装化、ウガンダ軍の撤退という実験で、ありますけれども、で現在非武装化されたところでマシャールさんも、帰還したということになっていますが、全く非武装化されたはず、一応非武装化されているジュバが本当に国の安定に役に立つかどうかというのは、まあ、1年2年3年してみていろいろな評価が出てくるところかなというふうに思います。実際だってウガンダ軍がいたときは、ウガンダ軍がいるのはいないと治安が維持できないからっていう理由でいたわけなので、いや、いない方がいいんだからいない方がいいっていうふうに変わったとしたら、それぐらいの情勢の決定的な変化が本当に起こったのかどうかというのは、まあ、シビアに見ていく必要はあるということですね。13年12月の大事件の後に、ウミスが強化され、前からあった組織であるわけ、皆さんご存知で、独立から当時から、そういうところか、実態としてはウミスのシングルエースの方から数えたら、2000年代の真ん中辺からずっとある、それがハルツームからジュバに引っ越してきたというようなイメージが強いわけですが、少し縮小傾向に入るのかなとか、役割分担がやや軽くなるのかなと思っていたところを、まあ、増強が去年、去年じゃなくて2014年に図られて、現在、まあ、非常に有名なプロテクションオブシビリアンサイト、自分たちの国連のコンパウンドの中に国内避難民を避難させる、そしてそれを守るという、まあ、劇的なオペレーションを開始して、現在でも約17万人の人たちが保護されているということですね。で、人道支援も今非常に盛んに行われてきているし、JPF さんの加盟各団体の方々もそれで尽力されているということではありますが、もちろん、華々しくやっているという言い方は非常に語弊があり、実態のニーズと比べればですね、低い、まだ活動の内容は、十分と言えないんだといえば、それはそうなんだろうと思いますね。で、国際社会の関心の度合いはどうなのか、ちょっといい図柄がないかなと思って探してみたんですけど、なかなかうまくできなかったんで、ちょっと数字で書いてありますが、2014年、危機が起こった次の年ぐらいの、ODA の、まあ、ネット額で40億ドル、ビリオン、4ビリオン、まあ、5ビリオンぐらい入っていると、いうことで、非常に巨大な貢献をしているのはアメリカ合衆国ですね。たまたまやっているのかというと、ご存知のように CPA の時代からずっと高い関心を持ってスーダンを見ています。日本もまあ頑張っていますが、まあ、アメリカ合衆国頑張っているというのに、は相当程度認めざるを得ないというところで、国際社会の仕組みも、まあ、これような状況の中で起こって進んでいるということです。これちょっと私が自分で撮ってもらった写真ですけど、ジュバでワークショップやってるんです。ジュバに若干何回か行ったことありますけど、まあ、なかなか行くのは簡単ではないので、一番直近で去年行った時にはユニタールさんのチームに入れてもらった形っていうか、入れてもらってですね、まあ、行ってちゃんと貢献したんですけど、で若い行政職員や CS、 それこそ CSO のリーダーの方々に、まあ、能力研修をする。で、まあ、ユニタールさん素晴らしい活動をしているし、私もまあ微力ながら参加させていただいたということなんですが、しかもでここには似たようなって言い方はよくないですが、まあ、非常に関連度の高い同じコンセプトを持った活動はたくさん行われているかなと。
というふうに思います。でこれはもうまさに人材育成の重要性が高いということなんですけど、私大学人なのでユニバーシティオブジュバとかも、まあ、何回か行ったことがありまして、その都度人が変わっちゃうんですね。特によくないのは、あの2013年12月の政変があって、どうも大統領と仲が悪くなって、あの選択肢やめちゃったよとかですね、そういうことはよくあるんですね、こういう国だと。現在中国があの支援してくれて新しいビルを建ってますけど、まあ、全然メンテもされていないようなセンターがこうあるんですね。Peace and Development Studies。しかし USAID とかで発注しているのはあの、まあ、でも USAID がいろいろあったりとか、でデパートメント庁ですね、アメリカ人ね、あの USIP インスティテュート Peace の、まあ、昔シニアのポジションを取っていた人がデパートメント庁をやっているとか、そういう、まあ、状況にあって人材育成が進められているという状況。これは、まあ、あのどういう状況なのかっていうのを、まあ、紛争の観点からもう少し、さらに大きな視点になっちゃうんで、あのここは少し大きな視点ですけど逆にパンパンといきたいと思いますが、スーダンというオリジナルのスーダンがあって、これが分化したと、ちょっとあのサヘル側の、南が分化したわけですけど、これはあの SPLM 支配地域と言われているのと SPLM IO 支配地域と言われているものを色分けしたもので、まあくっきり二分化されている。で CPA が行われたとき、つまり南スーダンが独立するまでのプロセスは、スーダンの戦争っていうのはたくさんあるんです。たくさんあるんだけど極めて根本的な背骨部分は北と南の対立であると。でこれどうしても戦争終わらないなら仕方ないから、どっちか独立させるというか分離させるしかないのではないかという見込みのもとに南スーダンが独立した。ところがその南スーダンでこのような状況で戦争が起こると、今度ここだけ切り取って分割した方がいいのかっていう冗談のようなアイデアは取れないので、取れないんですが、ほとんどそのような入れ子構造型でですね、次から次へと紛争が起こってきている。ただ紛争が起こってきているというのも、まあ、これはもうある一つの言い方で、これはあの南スーダンのエスニックグループの分布図ですが、パッと見てややこしくてよくわからないということを言いたい。それだけですが、まあ、主要なものはここにヌエルがありますね。ディンカ、大統領派、バシャール派が、まあ、すごく結びついていると言われてますが、まあ、だからああなると言えないので、そこのところをいろいろ評価がありますが、とにかく複雑な構成があり、実は2013年12月以前から我々はキャトルレイドとかですね、あのそのようなローレベルのコンフレクトとして認識していたものは多発していたわけであって、現在この瞬間も多発していますね。なので、まあ、紛争が1個であるか複数であるかというのは、まあ、かなり定義づけや我々の認識の問題であるというのも言えるのであって、この複雑な状況があるということが、まあ、極めて根本的な問題としてある。で、まあ、あとはですね、まあ、ちょっとこうよくない迷信にとらわれているんじゃないかとか、そういう話も、まあ、ある大統領になるというふうにね、あのちょっとこう、言ってくれた人がいたとかいなかったとか、なんか妙な噂があるらしいですけど、まあ、地域格差、資源配分の問題、生地転身があるためにという問題が国内の非常に複雑な構造を作り上げていて、万が一例えばですね、南スーダンは、じゃあ、 あの非常に冗談という品種を買うような言い方で恐縮なんですが、今度は南スーダンを2つに分割するとどうなるかというと、おそらく同じような入れ子構造の紛争が再び起こるでしょうというか、今も起こってますからね、それは解決にはならない。一つのひょっとしたらオプションではあるかもしれないけど、いうことです。でこの入れ子構造の今度上側部分ですね、スーダン、南スーダンを超えた部分では周辺国との関係で、現在非常に有名なのがウガンダとスーダンの対立関係、しかし伝統的にエチオピアが SPLM と関与しているとかですね、周辺国一体になって絡んでいるという図がある。で CPA というのはこれ2つに割ろうとしたら、まあ、2つに割ったことは割ったんだけど、だからといってうまくいったわけではない。合衆国が中心となって行っているサヘル戦争、中東のすぐそこでやっていますね、サヘルの帯、ずっと、まあ、チャド、CAR、マリ、いろんなところで戦争が起こっていますが、南スーダンは無縁なのかというと、合衆国、イスラエル、明らかに南側に加担していますので、昔、オサム・ビンラデンかくまっていたこととかある政権がまだ続いているわけですからね、北側では。実は対テロ戦争の構図で、いろいろな援助の仕組みなどが決まってきたり、政治的なプロセス、CPA がそもそもアメリカがなんであそこまで介入して、やったのかということなども、大きな入れ子構造の実は上側部分では存在していたりするということです。で、これらのことをいろいろ言った上で、あと1分弱で終わりにしますが、
結局、非常に当たり前のことで恐縮なんですが、国民国家というものを作るということで独立したわけですが、これは非常に人工的であり難しい。そもそもそれはできるのかという問いかけが、普通にはシリアスになされてしまう。でもやらなきゃいけないのでやるわけですが、その非常に困難な状況でやっぱりやらなければいけないのでやるとして、現実を踏まえてやるというのはどういうことなのかという、ニュアンスですね。それは絶対に必要で、やっぱり南スーダンはいずれアメリカ合衆国にするんだとか、10年で日本と同じようにするっていうことは、文化的な意味合いを含めたことを抜きにしても、全くピンとこない言い方で、国家の制度の仕組みや、硬さ、それらも全て現実に即した南スーダン独特のものというものを作らなければいけない。ステートビルディング、ネーションビルディングしなきゃいけない、当然なんですが、実はそれは上がるのは当たり前なくて、もっと実は重要なのは、独自のステートビルディング、ネーションビルディングをしなければいけない。特にこの独自というのは、つまり何なのかと。いうことを、もうちょっとユニバーシティブジバンの人とかですね、話さないといけないわけですが、今これの準備してて、ちょっとウミスのホームページとかまたアップデートしてみたら、6月の下旬にウミスが行ったイベントの広報があるのを知りましたけど、ちょっと知り合いの斉藤さんという人の写真が見えておーとか思ったんですが、ウミスで働いている人、ユニバーシティブジバンと、カソリックユニバーシティ大学の人を集めて、平和は自分たちにとって非常に重要だっていうようなタイトルのイベントを打つと、ウミスの人が考えているのも結局、前のスーダンとの間とスーダンに独立する前からの内戦をずっとやっていたおじさんの人たちがですね、まだ権力闘争で戦争している。でそのような人には非常に大きなしがらみというものが複雑回帰に入り組んで存在しているので、これらを解きほぐすという作業は絶対に必要なんですが、我々学者の言い方をすると、やや対処療法的なところで解きほぐすというところが非常に強くなる。今回の合意もそういうものだと思うんですが、やはり10年、20年、30年かけて基盤を作っていくためには、しがらみのない人に、知性を持ってですね、新しい発想で、結局南スーダンって何なのかっていうことを、もうちょっと考えていただきたい。そのための環境やいろいろな支援を施すことはできるのであれば、もちろん協力にしていきたいということになるということだと思います。最後はちょっと時間がなく非常に抽象的な終わり方になって恐縮なんですが、またここからはちょっと質疑応答の中ですね、いろいろ言わせていただければというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、島崎教授ありがとうございました。なかなか現場に入ってしまうと、その場その場で のいろんな紛争を見てしまうんですけども、いろんな大きな立場で のご意見が、講演を伺えたと思います。それではこの後、第1部、第2部合同の質問に、Q&A セッションに入りたいと思います。第1部でご登壇された皆様、もう一度ご登壇の方をよろしくお願いいたします。